阪神タイガースのショートのレギュラー木浪選手と小畑選手、どっちがふさわしいのか詳しく掘り下げていきます。岡田監督は現時点では木浪選手も小畑選手もともに高く評価しておりまして、メディアへの発信としては両者横並びというような情報になっています。では2人の選手の現在の評価やファンの判断などを深掘りしていきましょう。小畑選手の実戦のここまでの結果を改めて振り返っていきます。まずシートバッティングでは連日ヒットを放っていますし、フォアボールもしっかりと選んでいるという結果ですね。そして紅白戦では2試合目でセンター前ヒットをしっかりと打っていますと。そして2022年2軍でトータルの数字見ますと、3割3分1厘の2塁打が7本、ホームラン1本で出塁率が3割8分3厘、OPS は 0.806 という数字が残っています。そして盗塁の面でもかなりいい結果が残っておりまして、15盗塁2つの失敗という結果ですね。そして2022年1軍では1割8分8厘のホームランが1本、出塁率2割8厘の OPS が 0.455 という数値でございます。2軍ではかなりいい成績が残っているんですけれども、まさに1軍の壁にかなり弾かれているというような結果が残っています。そして1軍では146試合で6盗塁で2つの失敗というのがこの盗塁の成績でございます。では木浪選手のここまでの結果について分析していきます。木浪選手のここまでの実戦の結果です。シートバッティングではポテンヒットが1本という結果でしたけれども、紅白戦ではしっかりとホームランを放っておりまして、このバッティングについて岡田監督も評価しています。2022年2軍では2割7分6厘9本の2塁打、ホームランなし、出塁率3割7分 OPS が 0.732 という数字でございます。2軍でのバッティングの成績でいうと小畑選手の方が少しいい成績が残っていますね。そして2盗塁0失敗ということでですね、盗塁の数で言っても小畑選手が圧倒的に上回っています。そして1軍の結果見ていきます。1軍では2割4厘のホームランが1本、出塁率2割5分3厘 OPS が 0.532 という成績になっています。小畑選手よりも1軍での成績はまあ若干上回っているかなという印象ですね。ただ小畑選手の方が2軍での成績、そして盗塁という部分ではかなり良く、一方木浪選手は1軍での対応力っていうところが今の時点では小畑選手よりもバッティングは少し上かなという印象でございます。では小畑選手の守備力を分析していきましょう。小畑選手の守備力ですけれども、ショートを主に守った年が2020年ですね。近年は中野選手がずっと守っていましたので2020年まで遡ります。2020年は232と3分の2回でレンジャールがプラス 0.7、 UZR プラス 3.6、 守備率が9割6分5厘という数字になっています。紅白戦でも1試合で2失策など、やっぱりエラーはかなり多いかなという印象はあります。ファームでも2022年は失策が11、守備率は9割5分前後という数値になっています。やっぱり岡田監督が評価するように肩の強さというところはものすごいものがありますし、動きの良さありますと、守備仕様もしっかりといい記録が残っています。ただエラーは多いかなというところはファンからもそういった評価になっていると思います。ただエラーさえ減っていけば、守備範囲とかあとは守備の中での動き、肩の強さ、このあたり含めてポテンシャルの高さというのがすごく感じられますので、このあたりはまだまだ成長の伸びしろという部分があるのかなと思います。続いて木浪選手の守備力分析していきましょう。木浪選手の守備力ですけれども、2020年まで遡ってショートでは717イニング、かなりのイニング数守っています。レンジャールがプラス 1.1、 UZR 1000イニング換算がマイナス 0.7、 守備率9割8分ということで、平均的な数値、しっかりといい数値は残っているかなという印象ですね。そして2022年ファームでは失策が4つ、守備率が9割6分5厘ぐらいという数値ですね。小畑選手よりは全体的に守備率は高く、エラーは少ないとはいえ、木浪選手自体が他の選手と比較すると、若干失策は多いタイプなのかなという印象ですね。守備指標的には小畑選手よりも全体的にやや低めの数値ということにはなっています。守備率以外の部分はやっぱ小畑選手が上回っていますと。守備の堅実さというところで見ますと、若干木浪選手の方が高いかなという印象ではあるんですけれども、守備力であったりポテンシャルというところを考えると小畑選手が上回っているかなという印象ですね。ではファンはどちらをレギュラーに期待しているのかというところを見ていきましょう。2000人以上のファンの方にアンケートを取らせていただいた結果ですと、7割ほどの方が小畑選手、3割ほどが木浪選手というふうに回答しておりまして、ある程度は票数割れているかなという印象でございます。長い目で見れば小畑選手を使うべきだという声はかなり多かったですね。やっぱり小畑選手の方が若いですし、ショートっていうポジションを考えてももっともっと
小幡選手に経験を積ませて将来的にショートを長く守ってほしいということですね。小幡選手は2軍でもしっかりと結果が残るようになってきましたから、あとはもう1軍経験をどんどん積ませるフェーズに入っているということですね。ではポテンシャルっていう点で見ると小幡選手の方が木浪選手よりかなり大きなものがあるんじゃないかと。木浪選手は社会人から出てきていますし、もう結構な年数プロで重ねていて、もう大体これぐらいの成績までっていう、こう伸びしろみたいな部分がもう結構見えてきてしまったかなという意見はありまして、ポテンシャル的には小幡選手と、あとは守備での安定感という部分を取ると、まあ、どっちかというと木浪選手が上かなという声もありました。あとはまあ1軍での実戦のこれまでの経験とか成績っていうところで見ると木浪選手の方が上回っているという意見があります。では小幡選手のレギュラーが今のところ岡田監督の中では規定路線なのかと、こちら見ていきます。小幡選手がショートレギュラーになる可能性が高いというところ、根拠としては岡田監督はもともと2軍で小幡選手をショートで固定するっていうことを監督、2軍監督に指示していたんですね。その後に中野選手をセカンドにコンバートさせるというような流れになっていたわけです。岡田監督は中野選手の肩ではショートはちょっと厳しいんじゃないか、肩が強い小幡選手をショートを守らせた方がいいんじゃないかということがあったわけですね。なので岡田監督の頭の中ではショート小幡選手ありきの中野選手コンバート、そして2023年の入館の布陣というところは間違いなくあったと思うんですね。なので今の時点で1軍でどれだけ結果が残せるかというところで、例えば2023年シーズン始まって木浪選手の方がある程度バッティングが良ければ木浪選手がショートで起用されるということにはなっていくんですけれども、将来的なところで見るとやっぱり小幡選手が積極的にレギュラーとして起用されていくという流れで世代交代していくのかなという思います。なので木浪選手は短期的なレギュラーはあり、小幡選手が長期的にはレギュラーとして起用されるということになってくると思います。では中野選手と渡辺選手のセカンドの守備について見ていきます。中野選手と渡辺選手のセカンドの守備なんですけれども、中野選手はシート打撃でエラーをしていて、ゲッツーが取れなかったというようなことがありました。記録的にはエラーではないんですけれども、エラーがつくような守備でした。そしてまだセカンドに慣れておらず、今のところはまあ少し難しい部分もあるというような趣旨のコメントを中野選手自体も発信しているんですね。そしてまあ WBC の出場というところもありますから、渡辺選手がセカンドの2番手として考えられておりまして、紅白戦でも2塁手として起用されているんですけれども、紅白戦ではエラーをするというような姿も見られました。そして中野選手がセカンドになかなかフィットできず、そして小幡選手がエラーを頻発してしまうというような最大のリスクっていうのは正直抱えている部分があります。ただ年齢的なところを考えればショートに小幡選手を起用できるような布陣を組んで中野選手がセカンドという方がいいなというのは間違いないと思うので、最初は苦労するとは思うんですけれども、なんとかこの布陣で戦っていくというのがベストなのかなと。そして短期的に小幡選手の対抗馬として木浪選手がいて、ここで争っていくと、そして小幡選手が将来的にレギュラーを取っていくと、そういった流れになると思います。以上です。